家に入った。まもなく目的地であるスターダストバザールに到着する模様だ。そっか、ようやく一安心だね。とりあえずみんな無事でよかった。よかないわよ。何よあれ、ヒースがちゃんといろいろ言ってたのに両方とも攻撃してきたんでしょ。しかもこの人たちがオーベルの難民がいるの分かってて、もうムカつくわ。ユーボー止めるわよ、このラーザとオーベルの青函戦争。いきなり？何？あんたまさかスケールが宇宙規模だからってビビったりしてないわよね。いや、まだどんな戦争なのかもわからないのにオーベルの人たちの前で断言するのはさすがに。聖地戦争を絶対に止めるって命がけで駆け回ってた融合はどこに行った？聖地も聖官も似たようなもんでしょうが。お天道様のもと堂々と生きてる人たちを撃つような奴は天が許してもこの私が許さない。わかったわかったわかったから、ちょっと落ち着けよ。缶が揺れて舌噛むぞ。いい？あんたたちも気をしっかり持つのよ。どんな苦しい時でも雑草魂さえ忘れなきゃ道は開けくるな。あいたー、死んだかあんたー。雑草魂、もう好きにしてくれ。はあ、惑星オーベルの繊細難民の護送、ヒースさんは僕たちの協力はここまででいいって言ってたけど。スターダストバザールターミナルポート完成から着艦許可が出ました。 GFSS3214F スターダストバザールに着艦します。ようやくだ。ワームホールインセクトが出てきた時はマジで終わったと思ったが。お疲れ様です、ヒースさん。あ、はい、感謝いたします。これでボス、上官に最低限の任務報告ができます。艦長、上官に代わり心から感謝します。惑星ラーザ宇宙軍、ヒースビューロ少尉。彼がなぜキャプテンと同じ地球人の遺伝子を持っているのか。このスターダストバザールに有益な情報があればいいのだが。